皆さんこんにちは、動けるです。今日は動けるメソッドの中でチーターを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。パフォーマンスアップ、または怪我をしない体作りにとても有効な動作方法です。ぜひ一緒にやってみましょう。3つのポイントでいきますが、その前にニュートラルスタンディングポジションでしっかりと立ってみましょう。まずは握り拳2つ分の幅で立ちます。2つ目に小指の外側、アウトリッチを平行にします。3つ目に、ももの前の筋肉が緩んでいることを確認しましょう。では、チーターを作ってみましょう。チーターは、ももの裏側、ハムストリングス、また背中に刺激を与えることで、パフォーマンスアップをしていく方法になります。骨盤を持って、お尻を引いていきます。デッチにしていきます。その時に、膝がつま先より前に出ないように気をつけましょう。そして床と背中が平行になるバランスまで体を下げていきます。この時に背中が丸まらないように少し胸の前を伸ばしてバランスをとってみましょう。ここから運動はつま先膝、つま先膝というふうに触っていきます。この時に肘を曲げないように伸ばしたままつま先膝、つま先膝と触っていきます。これを大体15回、2セットくらいを行うのが非常に効果的です。これがチーターです。それではチーター行ってみましょう。じゃあセットしてください。でせーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、1回じゃリラックスして少しテンポを上げていってみましょう。セットしてください。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。 OK、 これがチーターです。皆さんも一緒にパフォーマンスアップしましょう。